はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、気まぐれゲートのクリア回数134回まで来ました。そして手持ち Y ポイントは11万5000ポイントということで、かつてなく気合い入れてね、頑張ってます。さすがに飽きてきました。今日はですね、やはりこのラストギラゴマ欲しいということで、ニャンボ行きます。やっぱりね、ランク Z で可愛いよね、このキラスタル、クリスタルじゃない、ラストギラコマでですね、ニャンボミッションの方が残る2つになりました。こちらですね、大森山のつられ太郎丸をコンティニューしないでクリア60ポイント、そしてスコアアタックで30万以上、あとこの2つなんでやっていきます。ちょっとね、難しいかもしれませんけども、頑張っていきましょう。さあ、まずはこちらつられ太郎丸からいきます。今回ね、ハイスコア更新をね、狙っていきます。今回使うパーティーなんですけども、覚醒赤鬼スコアアップ、精霊バンバラヤ全消しプラス技ゲージを多く貯める、そして赤招き使っていく、回復プラス攻撃力アップ、そして白駒もね使っていきます。そしてリンネですね、ランク Z、こんなパーティーでいきます。ちょっとね、特殊というかね、ちょっと変わったやり方になりますけども、まずはね、整地します。赤猫白猫の2色整地っていうのかな、まあ盤面をね、赤猫と白猫だけにします。ちょっとね、このステージなんですけども、つられ太郎丸弱いんで、フィーバータイム入る前に倒しちゃうとね、スコアが伸びません。なので倒さずにフィーバータイムに入って、フィーバータイムで必殺技をね、連発していく、そんなパーティーです。さあ、整地しました。ここでリンネはね、ダメージ受けると技ゲージ溜まるんで自然に溜まります。そしてここでバンバレア復活で溜まりの、ここでねプニを長くつなげて、赤猫を貯めて、ここでフィーバータイムに入ります。フィーバータイムに入ったら赤猫を消して、赤猫の攻撃力アップ、そしてここでリンネ G まで勝手に溜まってるんで打っていきます。そしたらバンバラヤで技ゲージ多く貯める、溜まった。そして覚醒アコにスコアアップ、そして白猫打っていく。さあ、もう一回リンネ打ちたいけど、ちょっと厳しいかな、いけるかな、あー、ちょっと厳しいか。まあそれでもね、スコアかなりいきます。まあ、大したことやってないんですけども。さあ、これでスコア更新ですね。そして 2050Y マネーと。さあ、ミッションの方もね、これでクリアできたんじゃないかと思います。さあ、ニャンボミッションクリアです。さあ、60ポイント、これ嬉しい。さあ、次はスコアアタックで30万点以上、60ポイント、これは結構ね、難しいかもしれない。さあ、スコアタなんですけども、フレンド見てもかなりレベル高え、やべえ、みんなやり込んでんな。全体ランキングは30億とかなんで、とんでもないです。そして今回スコアアップ、ダイガー、クリスタルウンチクマ、赤招きとバイキングに中アップ。さあ、今回こんなパーティーでいきます。エジソンスコアアップ、クリスタルイケメン剣攻撃力アッププラスデカプニ、そしてフブキちゃん攻撃力アッププラスデカプニ、そしてスザクタップでデカプニを作り周囲を消す、クリスタルウンチクマ全消しですね、使うたびにダメージアップ。さあ、こんなパーティーでいきましょう。今回もスコアタね、いろんなパーティーがね、考えられます。スコアアップだけでもね、結構たくさん妖怪いるんで、本当に人それぞれ何が正解ってのは多分ない。まあ僕はね、オーソドックスな、まあパーティーでというかあまり育っている妖怪が少ないので、まあこれしかないっていう感じにはなっちゃったんですけども。さあ、まずフィーバータイム目指して技ゲージ貯めていく。クリスタルイケメン剣は G まで貯めて打ちたいな。 G まで貯めるとかなり攻撃力アップのね、倍率が高いです。
そしてフィーバータイム中にスザクを何回か連発できれば結構ねスコアいくんじゃないかと思います。さあクリスタルイケメン剣で膨らめる。そしてフブキちゃんここでも膨らめる。ちょっと膨らむプニが微妙だ。うんちくまで。そしてさあスザクタップで膨らめて2回ぐらいはいけるかな。さあ2回目のスザク、ちょっとねクリスタルイケメン剣とフブキちゃんでスザクがあんまりうまいこと膨らんでくれなかったんでちょっとね連発は難しいね。もう1回いけるか、ちょっと厳しいか。さあ2回目のフィーバータイム目指して技ゲージ貯めていきます。さあクリスタルイケメン剣はね非常に攻撃力アップ度が高いんでちょっと確実に G まで貯めていきたい。さあスザクとクリスタルウンチクマ G まで貯まりました。そしてイケメン剣も G まで貯まった。さああとエジソンとフブキちゃん、さあフブキちゃん貯まった。エジソンはコンティニューいきましょう。さあフィーバータイム入った。さあ打っていく。イケメン剣で膨らめる。いい感じにスザクが膨らんだぞ。さあフブキちゃんでさらに膨らめる。おいい感じ、今回いい感じじゃないか。そしてスザク、これでスザク1個消してまた膨らめてもう1回スザクいくぜ。さあ膨らめてもう1回いけるか、延長しましょう。さあもう1回スザク、さあ膨らめて、さあエジソンウチーノ、もう一回スザク行きたいね。さあうんちくまいけるか、あーちょっと時間がない、ここまでか。ちょっと微妙な感じにはなりましたけども一応30万点以上はいったでしょう。まあ、今週ねまだ時間あるんでちょっとやり込んでねスコア順位上げもね上げていきたいと思います。10,710位ですね。さあ報酬いただきます。さあ来たぜ来たぜニャンボコイン、さあ来てくれよ。ラストギラコマ、ちょっとガチャの中身確認しておきます。ラストギラコマ 0.8%、 そして SSS ランクもねジョログモンなど僕が持っていない妖怪あります。さあワンチャンです、ワンチャンでいきます。さあ来てくれ、オルジョス、おっとゴールドのウィスパー、おうノストラダマスが飛び出してきちゃったよ。メリケンレジェンド、あの日予言した流星。さあそれではねイベントの攻略進めていきます。創造主の魔レベル7。さあ来たよゲートキーパー。さあ今日使う妖怪こちらフブキちゃん、攻撃力アッププラスデカプニー、そしてピンクエンペラー攻撃力アップ、ワルノリン使っていきます。ポイント交換であります。そして赤マネキティナ、まあ、ティナはねちょっと今回は使わずにね行きたいと思います。ちょっとワルノリンのね実力をちょっと見たいなと思ってます。結構この自動消しってね、まあ、タップするともうあとは自動でねプニをね連打で消してくれるんで、まあ、個人的にはね結構好きなんですよ。楽というかねもうタップしてほっとけばいいから。さあワルノリン溜まりました。そしてやっぱりね SS ランクなんで威力も強いんですよ。でまあプリチーパーティーで種族効果つけて、まあ、攻撃力アップ重ねてやると結構ね威力出るんで。さあフブキちゃん、さあワルノリン膨らみました。もうワルノリン連発でいきましょうか。さあ攻撃力アップ重ねてかける赤マネキ、そしてワルノリン、何なんだこのキャラは。キャラ的にはね面白いよね。
そしてもう一回悪ノリに貯めていく。お、結構減ったぞ。半分ぐらいいきましたね。もう一発撃てば多分ね削り切れるんじゃないかと思います。さあ悪ノリに溜まりました。あとはちょっと攻撃力アップも乗っけてやって悪ノリに打ちたいね。さあカマネキ、さあ溜まりました。さあ攻撃力アップ、そしてもう一回攻撃力アップ。さあ悪ノリ行くぜ。自動消し。さあいったぜ。4万7000強力です。さあクリアしました。488Y マネー62ポイント。さあクリアしました。クリア報酬はおう50ポイント。さあ次は、あ、うんちくばかよ。